ん？ハンス？ごめんね、ハンス。ごめんね、アニー。お母さん？一緒にいられなくて。どうか、私の分も生きて。おーい、朝だよ。おはよう。そろそろお店を開けるよ。準備ができたら降りてきてね。あ、なんかちょっとムービーっぽいのを見るんじゃなくて、あ、普通に後日談としてなんか、レストランの制服。え、またなんかお客さん見れんの？これ。あートラ！トラがおる。お前、餅詰まらせたのか。にゃにゃ、注文は何かって？我が輩は客ではにゃい。レストランの守り神にゃ。かわいいお前。仲良くしような。おはよう。ああ、キッチンはシェフしか入れないルールだよ。今日は一人でやってみたい。おっと？お、ぜひ。と言いたいところだけど、まだ教えてないこともあるんだ。あとどのくらいかかる？すんごい、すごいせっかちな子供。もしかして、この間話したことを気にしてるのかい？焦る必要はないんだからね。さて。何すんの？どうすんの？お、客が来る。誰が来るんだ？なんだ！何？ えぐい殴られ音したけど。いて！ちょっと天井低くない？あんたがでかすぎるだけでしょ。やれやれ。よっこらしょっと。お、カロン！悪魔の子！ほっほー！これが熊のレストラン。熊さん、お久しぶり。おや？元気そうね。キョロキョロしてるカロンかわいい。何か食べていくかい？ごめん。私忙しいの。簡単に説明するね。今回のあなたの活躍を見た地獄のお偉方が、地獄にもレストランを作ろうって息巻いてるわけ。マジか。ということで、あなたは今日からしばらく地獄へ出張よ。え、でもレストランが。わかってるわよ。だから、いらっしゃい。なんだい？バイト要員を連れてきたわ。猫と二人でやればなんとかなるでしょ。バイト？以上。後の詳しいことはそこのカロンに聞いて。それじゃ失礼するわね。ちょっと。なにあのウサちゃんは気の強そうなウサギだな。お、俺に聞きたいことがあるならウェルカムだぜ。ちょっと話を聞いてみてくれ。そうしよっか。はじめまして。私とあなたははじめましてですね。あ、君が噂の猫だね。パパは地獄行きなの？あ、泣かないで。地獄行きといっても出張だから。うん、大丈夫だって。多分みんな大好き。マレッシャさ。俺は付き添いってわけ。地獄も人手不足ってね。カロンめちゃめちゃいいやつなんだよな、こいつ。だよね。お客さんが来るのにどうするのって感じだよね。実際これ理不尽な命令だよね。でも、クマのレストランを開けていられるのも、お上が見逃し、
おかみが見逃してくれているからだからね。急に脅しが来る。バイトも来たし、君ならやれる。あなたは誰？最後の最後で。私森のカロンさ。君のパパのマブダチだとも言えるね。終わった。会話が一瞬で終わった。このウサギはなんだ？はじめまして。はじめまして。頑張ります。あ、意外となんか、可愛い感じ。もっとなんか気の強い子かと思ったわ、顔的に。ずっと昔に家事とかいろいろやってました。多分大丈夫です。なんだこの二人、多分って。そうです。ドロシーさんに特別に連れてきてもらいました。ほう。ということなのだけど、どう、パパさん。拒否権があるのかい？うん。あるわけないよね。ですよね。はあ、突然のことだけど、どうぞよろしくね。どこかで会ったかな？ん？あ、いや、気になさらず。あれ？あれ？ちょっと待って！気づいちゃったかもしれない。昔家事とかやってたって。お母さん？お母さん地獄行きになって戻ってきたとかそういうこと？え？待って。え、誰なんだ？ということで、留守の間、レストランは任せるよ。私シェフ頑張るで。かわいい。やる気を感じるね。無理はしなくていいんだからね。わかった。それじゃ準備してくるね。はーい。じゃ待たせてもらおうかな。あー、すごいシェフの格好になってる。かわゆいです。さて、お、何か頼んでもいいの？そうだな、お茶かな。あったまりたいわ。お茶か。え、お前絶対お母さんじゃない？頑張ります。絶対お母さんじゃないお前。もう話の展開的にそんな気がする。あの、料理は私がするんですよね。ほら、火とか危ないし。私は一人前だから、あなたはオーダー取るだけでいいよ。急に急に偉そう。え、そうですよね。ごめんなさい。よし、じゃあやろうか。まあお茶入れるだけだったらね、お茶っぱ入れて、お湯が沸いた。やけどすんなよ。お、すごい、ちゃんとお茶立ててる。そういうお茶。はい、お待ち。これ持って、自分で持ってくの、これ持ってって。早くお客様にお出しして。急になんか偉そう。あ、そっか。今すぐ。うわぁ、本格的なお茶。思った。なんかもうちょっとあの庶民的な庶民的なお茶想像したら普通に立てるっていうね。一人で作れるなんて。どうかな、お口に合うかな。おお、いただきます。この香り落ち着くね。めっちゃ和風。わびさびだよね。お茶はいい。何の時間だこれは。音楽変わっちゃった。お茶が好きなの？好きだね。抹茶とか特にね。抹茶好きってすごいよね。まあでも、抹茶味とかは好きだけど、抹茶のお茶そのものってそんなに、そこまでなんか美味しいと思わないんだよね。まあ美味しいけど、
なんか複雑。知り合いってほどじゃないけども。一緒にサンズの川を渡ったね。君を助けるためにね。休んで平気？平気平気。有給だからこれ。有給なのになんか仕事っぽいことしてんだ。かわいそうにな。ウサギさんと知り合い？いや。自分は知らない。ドロシーちゃんに何か頼み込んでいる様子だったけど。ふぅ、ごちそうさまだ。お、出てきたね。探偵スタイル。お待たせ。お。じゃ、行こうぜ。もうすっかり友達。じゃあ、行ってくるね。今のなんだ、来るって。猫の今の動きなんだ。きっとうまくやるからね。張り切ってるね。でも、無理はしちゃダメだよ。うん、ありがとう。あ。あの。ん？ん？なんだい？ああ、いや、なんでもないです。怪しい。それじゃ、レストランをよろしくね。ん？怪しいぞ、お前。どうかした？あ、いや、なんでもないです。どうした？あ？大丈夫？大丈夫です。ちょっと喉が詰まっただけ。なんか出してあげんのか？お。寒い。はあ、温まりたい。ほう。温かいものが欲しいって。記憶のかけらを見せて。急に。もうプロぶってんな。猫、お前、後輩が来ると生きるタイプか。あ、かけら、はい。どうですか？猫ちゃん、テンションどうした？ダイブタイム！ダイブタイム！それは、何でしょう？困っちゃった。困っちゃった。じゃあダイブしてくるね。ダイブする。お、よく見とけよって。なるほど。思い出に飛び込むんですね。これ二人で入れんの？二人で見れるんだ、一応。嘘だろ？嘘だろ、おじいさん。お前、ホームレス？投資しちゃった？お腹空いた。そうね。何か買おっか。冬でしょうか。寒々しいですね。おじいさん。寒い。凍えてる。かわいそう。あ。外で待ってるね。ん？肉まん美味しそう。いや、これ残酷。お前わざとやってない？そのポジションね。横におじいさんぶっ倒れてんのになんかわざとやってない？それ。あー、おっと、少女ん？気づいた。あ、優しい。ごめん、少女。なんかお前わざとやってんだろうって言っちゃってごめんね。めっちゃいい子だった。お待たせ。あら、もう食べたの？うん、うん。なんていい子なんだお前。あったかい？なるほど、肉まんか。肉まん作れんの？あ、すごい、ちゃんと生地伸ばして中身を置いて、閉じて、キュッキュッてして、
あ、すごい、ちゃんとあの木の蒸すやつもあるんだ。すごいね、肉まんを作れるなんて。プロだからね。猫。お前かわいいな。あの、何か手伝えることは？うん、平気、キッチンには入らないで。猫のプライドが暴走してる。ごめんなさい。お前後々恥ずかしくなるぞ。多分このウサギお母さんだから。ああ、いい匂い。これもクマさんに教わったんですか？おじいさん、これは。若い頃はチヤホヤされて何でもできると思ってた。どこかで歯車が狂ってしまって、そこからは転落人生さ。凍えてしまえる人生なんてね。でもあの子は諦めるなって言ってくれている気がしたんだ。あの子、最後に天使に会えたんだ。ああ、あの女の子か。うん、よかったなおじいさん。ちょっとね、パート4から私ぶっ続けでやってて、ちょっと疲れたんで一時休憩を挟んできました。なんかね、このゲームやってると全体的に心に来るから。なんかね、なんかちょっと一区切りついた後のふーっていう感じのこの疲労感が結構すごいね。なあトラ、飼い猫と違って野良やってると自由があるにゃ。でも冬は本当に厳しいにゃ。そっか、なんか野良猫たちってさ、どうやって冬越してるんだろうねって気がしますよね。でも雪の日とか雨の日とかさ、なんかこの植え込みのそばとかでこう震えてるの見ると、なんかあー、なんかギュッてしてあげたいって思うけど、向こうからしたらいい迷惑だよね。お前さ、なんで君はそんな嫌な先輩になろうとしてんの？次はもっと早く出せるようにしよう。お前嫌われるタイプだな。気をつけます。ほらほら、なんかギスギスしちゃってるじゃん。ごめんなさい。好きなものは何？お、急に優しくするタイプ。なんで地獄にいるの？これ気になるね。私はとても悪いことをしたの。だから地獄にいるの。ほう、好きなものは何？え、好きなもの？甘いものが好き。ケーキとかプリンとか。あら、どうした？やっぱなんかおかしいよなお前ね。休もう。無理しちゃダメだよ。ごめんなさい、本当に何でもないんです。大丈夫ですから。そうやって大丈夫っていう人に限って一番心配なんだよな。あ、お客様が来ました。なんかそういうストリートファイターに出てきそうな人。おや、これはこれはお美しいご婦人だ。注文は、そうだね、君が欲しいとか言うなよ。エレガントかつファビュラス、悪魔も羨むような天使の味の宝石箱は。なんかなんとかの宝石箱やーっていう人いたよね。あれのちょっとおしゃれになったバージョンなのかな。そして君はまるで砂漠に咲く一輪のバラのよう。なんかうっとうしいな。僕は君とここで出会うために
リンネの輪から抜け出してきたんだ。君の名前は何て言うんだい？お、これちょっと名前気になるな。あら、逃げた。なんかすごく気持ち悪いです。わかるわかる、なんかすごく気持ち悪いのはこっからもよくわかってる。多分トラもそう思ってる。注文は宝石箱とかなんとか。ダイブタイムダイブタイムの時だけめっちゃテンション上がるこの猫。おダイブタイム。ちょっと恥ずかしそうに言うなね、君ね、かわいいね。ダイブしようか。どういうやつなんだこれ。ああ、チャラついてんな。青い空、白い雲、山を制した私は海をも制するのだ。溺れたとか言うなよ。小腹が空いたな。ふん、なかなかいい匂いじゃないか。ふむ、チキンブリトーを頼む。チキンブリトー？ん？話しかけるんだ。ああ、話しかけたのか。あ、これか、チキンブリトー。ふむ、うまい！煉獄さん？落ち着いたぞ。さて、ナンパか？やあ、君たち。私と一緒にひと夏のアバンチュールといかないかい？口説き方が特殊。臭い、消えて。めっちゃ嫌われてんじゃん、お前。臭い言われてるぞ。く。ほら、何か欲しいものはないかい？すごいな、お前。お前がいない時間。この女やるぞ。もうそろそろ諦めた方がいいんじゃないか。あんまりだ。嘘だろお前。嘘だろ。え、これで死んだとか言わないよね。あ、リラックスしている。結局あれでいいのか。ちょっと騒がしかったですね。海は初めてですか？かわいい。知ってるもん。そうでしたか。海は楽しいですよね。よければちょっと海入ってみません？入れんの？あ、熊と行くと約束した。うん、そうだよね。あ、そうなんですね。私とじゃダメですよね。ん？戻りましょうか。ちょっと気まずくなっちゃった。お、記憶のかけらを手に入れた。そしたらじゃあチキンブリトーをとりあえず作ればいいのか。フライパン使いますよね。縁触ると火傷するから気をつけてね。ほら、火とか危ないし。いやー、絶対そうだ。そんなつもりじゃ。ごめんなさい。あのね、実は。実は？何ですか？うん、このウサギのこと嫌いなのかな。いや、やっぱり何でもないです。本当にお母さんなのかな。でもさ、それこそ本編のラストのなんか新エンディングみたいなので、お母さんのね、ちょっとモノローグみたいなのが出てきたっていうことは、多分そういうことなんだよね。
じゃあこれをじゃあ持ってってもらおうか。やる気あるの？怒んないで。今日初めてなんだから。あ、ごめんなさい。今すぐ。猫こんな可愛い顔して。ああー、落としちゃった。大丈夫か？いたった。せっかく作ってくれたのに、私のせいで。ああやめよう、猫これ以上追い詰めるな。大丈夫？あ、猫がちゃんと自分から謝ってる。いや、大丈夫かい？ありがとうございます。でもブリトーが。ふむ。あ、めっちゃいい人。三秒ルールさ。せっかくのブリトーだ、いただくよ。え、めっちゃいい人じゃん、お前。ふう、うまい。最後に美しいレディーとお話できて、私は幸せ者です。またお力になれることがあれば、いつでも天国からはせさんじましょう。それではまたお会いできる日まで。なんかめちゃめちゃかっこいい人だったね。ちょっとグッときちゃった。ごめんなさい。あ、トラ？ミスは誰にでもあるにゃ。気にするにゃ。優しい。ん？あれ？トラ？え？お前もご飯食べたら成仏しちゃうのか？今までずっと見ておったが、にゃかにゃかやるにゃ。我が輩をうならせることができるか。勝負にゃ！勝負？何すんの？お得意のダイブとやらを使っても構わにゃいぜ。かかってこいにゃ！ダイブする？ちょっと先にこっち話聞いてみようか。ごめんなさい。もうミスはしません。いいよいいよ、しょうがないしょうがない。そういうミス一個一個から学んでこ。じゃあ行ってみようか。来なくていいよはちょっとあれだよね。あ、はい、待ってます。あー、なんかしょんぼりしちゃってる、かわいそう。あ、やっぱお前おでん屋のところの猫か。腹が減ったにゃ。なんか餅を喉に詰まらせてっていう、そういう感じだったね。ふう、不明な。うん、どうしたにゃんころ。今日も食い意地が張ってんな。じゃあまずはこいつだ。おお、いいものを出してくれるね。マグロの刺身だ、不明ぞ。ほほう、鮮度は申し分にゃい。悪くにゃい、悪くにゃいであるぞ。さて、お、もうちょいか。お、やる気だね。次はこいつでどうだ。ちくわ。本来猫にちくわのような加工食品を与えるのはタブーだが、ちゃんと説明してくれる。今日は特別にお前さん用のものにしてやるぜ。薄味だ、安心して食いな。お、すごい優しい。ちくわねえ、まあ外れはにゃかろうが。お、これは染みている。本体はちくわじゃにゃい。具材の良さが濃縮されたスープが本質。
おでんの他の具材の援護射撃を食らっているようにゃ。うまいな食レポがお前。孤独のグルメの人並みに食レポうまいな。にゃかにゃかやるにゃ。そろそろ決着の時が近いようだにゃ。ふっ、さすがだぜ。本質に気づいたようだな。次で最後だ。ステーキだ。ステーキ、わお。一見普通のステーキのようにゃが、安い肉にゃ。あら、ん？これは肉自体は確かに三流安物。しかし刺身でさっぱりし、ちくわでステーキのにウォームアップしたこのタイミング、本能がさらなるプロテインを欲するのは自明。安物の肉もこのタイミングだからこそ霜降り並みの衝撃にゃ。これはやられたにゃ。ああ、おめえなら気づくと思ってたぜ、思ってたぜ。そう、屋台飯は単品で語るもんじゃねえんだ。場の流れを読み味わう、それが秘訣なのさ。すごい、なんか通なこと言ってる。誰かと一緒に飲むってのはいいもんだね。ほう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 、なるほど。じゃあこの通りに何か作ればいいのか。あ、食材、わかりました。私、空回りしちゃってるな。ついつい余計な口も出してしまうし、嫌われちゃったよね。はあ、自分が嫌になるわ。あの子を信じてあげなきゃ。食材、あった。写真？ああ、この子を操作できるんだ。ついでにちょっとこう覗いてみる。ちょっと熊臭い少女が写っている。この写真、これがあの子なのね。ハンス、ごめんね。私弱くて、あなたたちを二人きりにしてしまって。今からでもまだ遅くないかな。私、ママになれるかな。どうすればいいのかわからないの。それでもやっぱり諦められないの。やっぱそうか。もう一度お母さんとしてやり直したかったんだね。はい、これが指定の食材です。じゃあまずはマグロの刺身といきましょうか。包丁怖い。急に。よし、行こうか。あの、今度は何？なんでもないんだけど、この勝負一緒に頑張ろ。お、頑張ろ。それではお待ちしてます。ああ、信じてくれるようになった。そうだよな。あ、見守ってくれてる。お、来たにゃ。ふむふむ、フレッシュだにゃ。良きだにゃ。でもまだまだにゃ。そうだな。じゃあ次行こうか。ちくわ、ちくわ染みててうまいにゃ。それ以上の感想はないにゃ。あれ、意外と意外となんか感動が薄かった。
なんだか違う気がするのですが。私はプロだよ。そしたら最後はステーキか。でも本当にこれでいいのかな。ステーキ、これは安物の肉にゃん。この流れは思い出したにゃ。さすがダイムにゃ。でもにゃ、お、なんか違う。何かがダメだったか。何が足りない。おみやーのフルコースうまかったにゃ。でもにゃ、ん、何か問題が。完璧に再現したのになんでと思ってるにゃ。おみやー、ダイブしてただ再現するだけになってないかにゃ。え、言いがかりだ。やめろ。少しわかる気がします。引っ込んでて。お向きになるな。あ、ごめんなさい。でもそうだよね。なんかもう流れ作業になっちゃってるから、本当にその客がどういう気持ちでそれを欲してるかとかっていうのを確かに私も考えなくなっちゃってた気がする。さっきの一個前のナンパ野郎もさ、あ、ブリトー食ってたからじゃあブリトー出せばいいのねみたいな。でこの猫も、ああなるほどねって、マグロの次チクワ、その次ステーキっていう順番がいいのねっていう。確かになんかその深いところ何も考えなくなっちゃってたな。あ、大丈夫か。咳するのは迷惑。お前そこまで言わなくてもいいんじゃない。いや、休ませてあげよう。ごめんなさい。いつもごめんって言ってばっかり。ああ、確かにね。ちょっとそれがイライラする気持ちはわかる。ごめんなさい。お、いい加減にするにゃ。おみや、さっきから何なのにゃ、人に当たって。何を焦ってるのにゃ。だから仕事も雑になるのにゃ。そんなのじゃ。シェフ失格にゃ。あ、あー泣いちゃった。泣かないで。あー、そんな、いや、いっぱいいっぱい頑張ろうとしてたんだよな、お前もな。ねえ、クマさんがいなくなっちゃったからさ、自分がここを仕切らなきゃってちょっとな、頑張りすぎちゃったんだよな。少し言いすぎたかにゃ。少し意地悪しちゃったにゃ。猫が頑張っているのはずっと見ているから知っているのにゃ。焦っているのも分かっているのにゃ。ただ一つ嘘を言ったにゃ。猫の料理に問題があったわけじゃないのにゃ。完璧でうまかったにゃ。本当は何を食べても本当の意味で満足できないだけなのにゃ。お腹は満たせても心は満たせてなかったのか。ああ、帽子後で返してあげなきゃ。ん、なんだ、かけら。これは？ママ。ママ、どこ？トラの記憶？思い出が流れ込んできた。胸がギュッとなる。この子が本当に欲しいもの。
それはきっと愛情か。ああ。ミルク。ミルク。しかも哺乳瓶にゃ。バカにするのもいい加減にするにゃ。我が輩は子猫じゃないのにゃ。子猫じゃ。ん？あ。あ、ダメ。ダメ。許して。もうダメだよ、こういうのは。我が輩は兄弟の中では体も小さくて、いつもおっぱいをもらえるのは最後だったにゃ。うん。最後だからか、我が輩はお腹いっぱいにおっぱいをもらえることはできなかったにゃ。うん。弱肉強食にゃ。仕方ないことにゃ。でも、お母さんは我が輩を舐めてくれたにゃ。ああ、ダメ。こういう動物ものの感動ストーリーはもうダメですよ。我が輩がおっぱいを飲んでいる間ずっと、そっか、別に弱者じゃないもんね。お母さんはちゃんとそれを分かってるもんね。ごめんねって言ってる気がしたにゃ。お腹は空いていたけど、我が輩は幸せだったにゃ。うん。そんなある日のことだにゃ。おい、野良だ。しかも子連れだぞ。やれやれ、ポコポコ産みやがって。そっち回れ、捕まえるぞ。あ、一匹逃げた。はあ、何やってんだ。まあしょうがねえ、行くぞ。連れてかれちゃったのか。我が輩は怖くて逃げたのにゃ。逃げてそうしているうち、一人で生きていくことに慣れて、お母さんと兄弟のことを考えなくなっていたのにゃ。我が輩は逃げたのにゃ。我が輩の思い出から。うん、逃げた我が輩を、お母さんも兄弟も我が輩を許してくれるにゃ。うん、怖いのにゃ。我が輩は怖いのにゃ。天国でみんなに会うのが、だからここにいるんだ。怖いのにゃ。怖いのにゃ。お母さんも兄弟もあなたに会いたいよ。だってあなたの大事な家族でしょ。にゃあ。ダメだって。うん。
枚だけ。大丈夫だよ、絶対大丈夫だよ。うん、ありがとにゃ。向き合う覚悟ができたにゃ。あ、行っちゃった。にゃにゃ。あれ、帰ってきた。やっぱりおみやら置いて成仏はできないにゃ。うん、猫はおみやの娘だにゃ。分かってた。それは隠さなくていいにゃ。お宮側が灰の心に触れた時、お宮の心の中が少し見えたのにゃ。話してくれるかにゃ。話してくれるの待ってるにゃ。うん、じゃあ聞いてもらおっか。はい。私は娘と会えずに死んでしまったの。私はどうしようもなく体が弱くて、あの人ハンスにもいつも世話になってばっかりだったわ。私は自分を責めたわ。誰かに罰してほしくて、それで地獄へ行くことを望んだの。でもあの人とあの子が地獄へやってきたとき、私は強い衝動に駆られた。どうしても会いたいって。どうしても抱きしめたいって。思ってしまったの。私にそんな資格なんてないのにね。お母さんにゃ。お母さん。おみゃは自分のこととなるとてんてなんてんでなのにゃ。猫だっておみゃに会いたかったに会いたかったに決まってるにゃ。我が輩は猫が焦る理由を知っているのにゃ。え？おお、あ、クマさんに料理を教わってんのか。おお、ずいぶん上達したね。え？早く天国に行きたい。わかってるよ。会いたいもんな、ママに。パパもママに会いたいよ。すぐに天国へは行けないけど、しばらくすれば行けるはずさ。しばらくがいつか。そうだな、猫が一人前になったらかな。そう、だから頑張ろうってしちゃったんだ。だから一人前だよって必要に言ってたんだ。そうだったの。クマもしょうがないやつにゃ。その場しのぎのこと言って、お宮が天国にいないって知ってたんだろうにゃ。猫のところに行くにゃ。行こっか。行こう。
勇気を出すのにゃ。大丈夫にゃ。猫。ここは？あ、ダイブしたのか。あ、あ、悪魔の子、今日も一人？お母さん迎えに来るのかな。は、いないんだっけ。こら、なんだよ、逃げろ。大丈夫？ひどいね。ううん、大丈夫、慣れてるから、はあ、うん、誰か待ってるの？うん、パパ待ってるの。まだ来ないのかな。うん、パパはお仕事が忙しいから。そうなんだ、パパ大変だね。ねえ、アニーちゃんは幸せ？うん、幸せ。嫌なこともあるけど、パパもいるし、友達もできたんだ。この間も一緒にサッカーしたんだよ。よかった、ちゃんと友達いたんだ。お友達、いいね。まあ、もうしょうがないよな、これはな。あ、今日はパパとママ一緒？うんうん、今日は仕事が早く終わったんだ。ゲーム屋さんでも寄ろっか。やった！あの、ま、ママに会いたいって思う？そりゃそうだよ、会いたい、会いたいよ。パパはいつも言ってたよ、私のママは誰よりも優しくて可愛くて強いんだって。あとね、私ね、ママに会ったら言うんだ、ありがとうって。産んでくれてありがとうって。で、泣いてるの？どこが痛いの？うん、嬉しいんだよ、すごく嬉しいんだよ。いいことがあったんだね。よかった。アニーは大丈夫。ママとは天国っていうところで会えるんだ。ママは待ってるから。天国でアニーのこと待ってるから。ああ、ずっと待ってるから。
た。やべえ。もう視界がぐしゅぐしゅになっちゃった。なんでだろう。涙が流れていた。着替えよっか。着替えるのはいつもの制服か。お、起きたにゃ。なんか置いてある机に。朝ごはん食べるにゃ。え、これ何？何これ。ウサギは？ちょっと前に電車に乗り遅れるって慌てて出て行ったにゃ。あー、そうだよね。大丈夫にゃ。あいつも分かってるにゃ。次会った時謝ればいいにゃ。それより朝ごはんにゃ。クッフッフ。なんだ。食べてみるのにゃ。いただきます。我が輩とおさぎが一緒に作ったのにゃ。どうかにゃ。卵の殻が入ってるような。それは我が輩特製の卵焼きにゃ。カルシウムたっぷりにゃ。美味しいよ。ほんとかにゃ。よかったにゃ。こっちはウインナー。そっちのはウサギが作ったにゃ。タコチューウインナーにゃ。それじゃあゆっくり食事を楽しむにゃ。ママ。そうだよな。あ、クマさん。ただいま。戻ったよ。遅くなってごめんね。どうしたんだい。何かあったの。ママ。ママに。会いたいよ。会いに行こう。エピローグ、ママ。終わった。素敵なお話でしたよ、本当に。お、二人は天国へ行くことになるのですが、これどっかでまた会えるってこと？続編か何かがあって。エピローグ開始前の状態に戻ります。はい。いやー、すごい。もう本当にダメですよ、こういう親子愛系は。私は。ちなみになんか増えてるかな。あー、別に増えてないか。あ、ちなみにクマの部屋ってまだ入ってなかったね。多分これキャラ交代すれば入れんのかな。これで行ってみようか。あ、なんかある。何これ。熊のレストランというタイトルの絵本。触る。あ、なんだこれ。今日は絵本を読もうね。熊のレストラン。
昔々あるところにクマさんがいました。クマさんは春の訪れとともに冬眠から目を覚ましました。どうやら早起きだったのか、森の仲間たちは見当たりません。レストランを開いて、美味しい料理の匂いでみんなを起こそうとひらめきました。クマさんはレストランを開いて、さまざまな料理を作りました。オムレツ、肉じゃがに、スパゲッティ。美味しそうな匂いに、つられてみんなが集まってきました。そうしてみんなで、クマのレストランで、春をお祝いしました。そしてクマさんは、幸せに暮らしましたとさ。パパ。ん？なんだい？パパ。それはクマさんだよ。パパ、クマさん。まいったな。あ、この時の記憶。絵本クマのレストランを読んでたんだ。写真、幸せそうだ。うわぁ、着替えますか？ T シャツ。ああ、クマさん。もうパパの姿になっちゃった。じゃあそしたらさ、これもあとおしまいかな、これで。もう見るところはないのかな。いやあ、ちょっと音楽変えよう。あ、ウサギのララバイが増えてる。うわあ。そしたら、クマのレストラン、コンパートで、実況終了となります。皆様本当にご視聴ありがとうございました。泣けるゲームだった、泣けるゲームっていうそういう事前情報があったんですけど、まあ案の定泣きましたね。もう。まあ、なんだろうね。そういうお話のテーマとしてはやっぱ死っていうなんとなく重めのような題材にはなるけど、ただ、やっぱりね。なんかそういろんな人とのいろんな人のそういう死を通していって、でこの二人がね、実は親子だったっていうこともそうだし、あとはいなくなったお母さん、猫が実はね、もうこんなずっとニコニコしてるけど、ずっとお母さんに会いたくて会いたくて、一人前になれるよう必死に頑張ってたっていうところもよく分かって、そして何より続編がありそうな雰囲気が出てますね。次回作でお母さんはこの兄に自分が母親だということを伝えることができるんでしょうか。クマさんも最愛の奥さんにまた出会えるといいですね。ということで、パートとしては6パートぐらいかな。意外と長くなりましたね。そこそこの尺にもなったし、そこそこのパート数にもなりましたが、最後までご視聴くださった皆様、本当にありがとうございました。引き続き別の作品でまたお会いしましょう。それでは皆様、良い人生を。